ラテンアメリカ生まれの白人を何と呼ぶかクリオーリョ1808年に放棄しメキシコの独立運動を指導するも処刑されたクリオーリョはイダルゴ神父1824年に憲法を制定して連邦共和制に移行したメキシコにおける内部対立の中で登場し独裁的に振る舞った大統領はサンターナ メキシコ領テキサスに入植したアメリカ人によって1836年に独立宣言したテキサス共和国に抗議したメキシコに侵略したアメリカが起こした戦争アメリカ・メキシコ戦争内戦状態になったメキシコにフランス皇帝のナポレオン三世が介入してマクシミリアンの傀儡政権を作り皇帝軍と共和国軍に分かれて争った内乱メキシコ内乱内戦からメキシコ内乱までを率いて英雄的な存在となった人物はフアレス 1876年のクーデターによってメキシコの政権を握ったのはディアス。ディアスの独裁政権をメキシコ革命によって打ち倒した人物はマデロ。1934年にメキシコ大統領となり土地改革、石油資源の国有化、労働者保護政策などの社会改革を実現したのはカルデナス。